動画、過去に出した動画でも結構その再生、もう再生できないとか、まあ、投稿消されちゃったりとかっていうのが結構あるので、で、それ前コメント欄で来たんで、デイリーモーションで、その過去にそのホルモンのやつとか、まあ、建築会社のやつとか、まあ、YouTube で消されたやつをちょっとデイリーモーションでまとめて出しておきますので、見たい人はちょっとそっちの方を見てくださいと。で、BGM のやつあったじゃないですか。作業用 BGM のやつ。北海道のやつ。あれ消されちゃって、基準がちょっとわかんねえんだよなと思って。他にもだって YouTube で無数にあるじゃないですか。その作業用 BGM でいろんな曲をまとめてるのって。ああいうのはなんか権利者が、投稿してるわけじゃないとは思うんだよな。なんだろうね。OK の場合とダメな場合って。だからその一つの曲についてうるさい権利者がいた場合は、やっぱりそれで報告受けて消されちゃうのかね。で、デイリーモーションで投稿しても、それも、消されてたんで、だからちょっと作業用 BGM のやつって聞きたい人って、まあ、ちょっとファイルナウっていうダウンロードできるサイトに、まあ、24時間限定にしようかな。まあ、ずっと出しっぱなしにするのは良くないと思うので、まあ、とりあえず、この投稿してから24時間は、一応置いときますので、それダウンロードしといてください。その永久保存版というか。で、ちょっと実験というか、俺の動画で、結構ショーツっぽいやつは、TikTok とかでも、投稿したんだけども、結構割との伸びないというか、割と動画を消されたりしやすいんですね。で、TikTok の方がちょっと厳しいので。で、それをちょっと他の人が天才というか、そのファイルナウっていうサイトにダウンロードできるようにしておきますので、20個ぐらい。それをダウンロードしてもらって、で、それで各自投稿してもらって、30万にしよっかな。20万、まあ、その様子を見てなんだけども、とりあえず10万以上言ったらちょっと連絡ください。さあ、そしたらそのペイペイでお支払い。1万円にしとこうかな。その10万再生いった人に1万円で3人までとか、なんかちょっと考えますので、あとはなんか動画が最近ちょっと創作意欲がなくなってきてるんで、その分ちょっとね、パワーリフの方がハードってきてるというか、この前ベンチプレスやったら200キロ10回できたので、計算上は250キロ一発できる計算なんだけども。で、クラシックベンチ、この前あったじゃないですか。で、それを自分の階級とのチャンピオンが243なんで、シングルベンチでも結構狙えるかなっていうとこなんで、そうなるとシングルベンチでも出てもいいのかなと思って。でもルールを見てみたら、なんか3種のベンチプレスで日本記録と、あ、3種のベンチでシングルベンチの人を抜いたら、それでも認定されるみたいなんで、だとするともう出る意味も、まあないんだろうなと思って、ただちょっとパワーリフ自体がちょっと楽しくなってきちゃったので、その動画も今後は増やそうかなと思って、あんまり、ルールは、あんまり俺も分かってないんだけどね、細かいところね。未だにたまにそのベンチプレスの試合とか見てみると、センター補助の人になんか声かけてるじゃないですか。あれ何の話してんのかなっていつも疑問に思うんだけど、あれとかもよくわかんないし、事前申請してるから会話する必要もないんだけど、あれ何の話してるんだろうね。とにかくパワーリフがやってて楽しくなってきちゃったんで、とりあえず今まで動画消されちゃったやつはデイリーモーションの方に、それリンク説明欄のとこにリンク貼ってきますので、まあそういう報告の動画です。はい。